湘南海岸公園入場が丘ゾーン整備管理運営事業について、本市は民間のノウハウや資金を活用したパーク PFI 制度を活用して入場が丘プール跡地を含む2万4000平米を市民がこれまで以上に海を楽しみ平塚の海の魅力を発信する海辺の総合公園の整備に向け準備を進めておりますが、これまでの市民からの意見をもとに市長は3つの視点を踏まえて指示を出されていますので以下伺います。1、整備を進めていく海辺の総合公園予定地周辺について、近隣の住宅地の夜の静音静寂をどう守るのか伺います。2、海辺の総合公園予定地の自然環境として樹林帯の保全を求める声があります。本市はどのように取り組まれるのか伺います。3、海辺の総合公園として子ども親子連れのための工夫が必要とされておりますが、どのような工夫をされるのか伺います。また海辺の総合公園整備により被災、塩害、風害などを懸念されている市民がいると承知していますが、市としてどのように考えているのか伺います。続きまして、湘南海岸公園入場が丘ゾーン整備管理運営事業について4点のご質問です。1点目の夜の静音静寂をどう守るのか、2点目の樹林帯の保全への取り組み、3点目の子ども親子連れのための工夫については関連がありますので一括してご答弁します。本事業ではこれまで対話の機会を通して市民から多くのご意見をいただき、関心の高かった事項についてより良い公園となるように検討しており、3点の指示について見直しの方向性の中間報告を受けました。1点目については防犯カメラの設置や夜間の不定期見回りの実施により、車両や人の出入りを抑制し、たまり場とならないようにすることや、コンビニなどについては営業時間の見直しを検討させており、夜の静音と静寂に努めていきます。2点目の樹林帯の保全については、本事業の要求水準書の段階から海岸地域に適した既存の樹木をできる限り活用することとしていますが、施設配置や施工方法の工夫によって当初 30% 台であった保全率をさらに上回って残すよう見直しを検討させています。3点目の子ども親子連れのための工夫については、親子参加型のスポーツ体験型プログラムの提供や授乳室機能を公園内に整備し、乳児連れのご家族でも安心して楽しく利用いただけるように考えています。これら3点について今後さらに検討を深め、緑豊かで地域の皆様や市民に愛される海辺の総合公園を目指していきます。次に4点目の被災、塩害、風害などの考えですが、公園の整備にあたっては被災や塩害、風害、また高潮や津波に関する住民の不安の声に対して市として説明する必要があると考えています。まず計画地の樹林帯は被災防備機能を有することから、現在現地において被災の調査を行っています。また塩害や風害については海岸管理者である神奈川県からも考慮するよう話があったことから、今後調査を実施することとし、具体的な方法や時期について検討しています。さらに高潮は神奈川県が定める地盤高さの防護水準を上回る高さとしており、津波については数十年から数百年に一度と発生頻度が高い津波はこれまでと同様に影響はなく、数千年に一度とされる最大クラスの津波はこれまで市が示してきた津波ハザードマップに従って速やかに津波避難ビルなどへ逃げる必要があります。なお整備前の最終案の公表にあたっては、被災などの調査結果や考え方をお示しするとともに、施設整備後は引き続きモニタリング調査を実施していきます。続いて湘南海岸公園入場丘ゾーン整備についてお聞きしたいと思います。まずご答弁の中で、被災は現在調査中、塩害風害については今後実施していくというお話でしたが、
今後ですね、結果についてはどのように、まあ、公表も含めてどのようにしていくのか、まずお聞きしたいと思います。都市整備部長。はい、まあ、被災や消防などのですね、調査結果につきましては、まあ、最終案を、お示しするときには、公表したいというふうに考えております。以上です。諸伏政治議員。はい、お示しできるときに、公表してくれということで、まあ、これは、まあ、丁寧にちょっと、していただけたらありがたいかなと思います。続いてですね、まあ、今後の、整備について、まあ、日程調整、まあ、いろいろとしていくと思いますが、まあ、以前市長は、まあ、事業開始前には、説明会に赴くとされております。まあ、市民への説明会も含めて、まあ、今後のスケジュールですね、どのようになっていくのかお伺いしたいと思います。都市整備部長。はい、まあ、スケジュールについてですけれども、まあ、当初の計画通り、まあ、12月の着工を目指しておりますが、まあ、時間的には、厳しいところはございますが、まあ、当初のスケジュール通りに、まあ、努力はしてまいりたいというふうに考えております。まあ、なお、あの着工前には、最終案をですね、市民の方々に、お示ししていきたいというふうに考えております。市民への説明につきましては、市長が直接、説明する場も、設定したいと考えております。以上です。諸伏政治議員。当時の、まあ、着工通りにできる限り努力はしていただきたいと考えております。市長にお伺いしたいと思います。市長は、確かな平塚、さらに選ばれる町への3期目の約束として、公約を掲げていると思います。まあ、その中で流浄が丘プール跡地と、まあ、東西の公園を整備し、まあ、市民が親しみ誇れる海岸にすると約束はされております。先般ですね、住宅販売会社の冊子で、まあ、神奈川の街すごい公園という特集がありました。その中でも、まあ、本市の総合公園が、まあ、大きく取り上げられていました。まあ、多くの市民が集う公園というのは今後の街づくりにはとても中心になっていくのではないかなという考えを持っております。お茶市長はなぜこの流浄が丘プール跡地周辺の公園整備を進めたいのか、ご見解をお伺いしたいと思います。市長。はい、私がこの流浄が丘プール跡地の、まあ、海の魅力を作っていく、まあ、そもそも前の議会でも、まあ、何回か申し上げていると思うんですけども、やはり今の状況からしてみても、日本全国そうですけども、人口減少社会に入っていく。でそのためには私が市長を受けたからには、やっぱり次の代にですね、しっかりと魅力ある平塚を伝えていかなければいけない、まあ、そういう中でその魅力を内外に発信をして、またより平塚を選んでもらい、まあ、定住はありがたいんですけども、入ってきてもらうのはありがたいんですけども、交流人口も含めてこの平塚が魅力を発信をして、この平塚がいいねって、とってもその来るのもいいし住むのにもいいねって、それをずっとやっぱりつなげていく持続可能な町というものをですね、作んなくちゃいけないというのが私のそもそも論の、理念でございます。そういう中で今議員さんがご指摘がいただきましたように、いろいろ、こう転入だとか転出だとか、そういうアンケートも含めてですね、いろいろな調査などとかで挙げられているのは、やはり総合公園というのが結構こう平塚の中では魅力あると。でここで、住宅情報雑誌などにも取り上げられておりますけれども、総合公園が大きな魅力である。でそのもう一つはですね、平塚の魅力、海でもあるんですね。しかしながらいろいろなお話を聞くと、海のイメージが薄くて、
やはりうまく海を生かしきれていないという、それはずっとお話は聞いてきました。そこで、パク PFI という、そういう手法でございましたけれども、海の総合公園をしっかりと整備をさせていただき、その中で、平塚全体のですね魅力を発信をさせていただきたい、今の総合公園と同時にですね、市内のあらゆる方、市民の方あらゆる方、特に年代も子どもさんから、高齢者の方、そしてなおかついろいろお話もしましたけども、例えば平塚の場合は福祉が充実した、障害の福祉が充実した町ですので、障害のある方等もですねしっかりと海辺に親しみたい、そういうことも含めて多くの市民の皆さんに海辺に親しんでいただきたい、その辺が根本的な持っているものなんですね。で、それを含めてですね、今回3点の要望も皆さんのご意見をいただきながら担当課の方に話をして、しっかりとこう対応していく、より深くですね掘り下げて、その3点については進めていくようにまた指示をいたしましたけれども、将来、今の皆さんもそうですし、将来の市民の皆さんが、総合公園、その大原の総合公園とプラスやはり平塚の海の総合公園で海の魅力を感じていただき、誇りの一つとなるようなですね総合公園づくりを目指していきたい、それが大きな大きな私の思いであります。以上です。諸星誠治議員。はい、選ばれる町へのためしっかり事業を進めていただきたいと思います。